やばいで、雪が。いよいよやばいよ、雪が。積もったりはしないやろうけどな、すぐには。やっとね、この前ガソリンやな、入れて、いやいや、今やっとね、8分の1ガソリンが減ったな、駒が。やっぱ寒いからなんですよね、これって。ヒーターとかがね、寒い時に裏目に出てっていうの、裏目に出てよ。で、ガソリンが減るね。まあ、エンジン小さいから余計やね、これ。エンジンが小さい車はね、余計にガソリン減るの早いね。小さいエンジンでベルト回すやんか、ガー回すからね。だから、BMW 乗ってたらね、1年通じてエアコンとか全然良くもないし悪くもない、変われへんね。フィアットあたりでもやっぱりヒーターついたりするときとか、エアコンやな、今ついてんねんけど、エアコンつけたらやっぱり回転ちょっと落ちよるもんな、エンジンが小さいから。いやー、ローソンでもちょっとね、食料買いためてんけど、やっぱりちょっとモスバーガー行ったら美味しいな。モスバーガーとね、マクドナルドの違いって言ったら、もう圧倒的にやっぱり手作り感があることとね、みんな手で作ってんねんけどね。やっぱりすぐに作りましたっていうのと、あとあれやね、あとあれ、パンが柔らかいね。バサバサじゃないねんな、マクドナルドのパンってバサバサやんか、うん、なあ。で、これで帰るでしょ。これで帰ったら、まず帰ったら、猫が最近このフィアットのね、フィアットのエンジンの音を覚えてんやろな。帰ったらね、まずは帰ってきたって言って、入り口で待ってんねん。あれ、猫ストーカーいうやつやな。猫ストーカーやってるやつおんねん、やっぱりな。何匹かやっぱりね、ドアのとこで待ってんねん。で、戸を開けるやん。で、僕の顔見たらね、ああ、やっぱり帰ってきたやん、言うて戻っていくねんな。あれ、猫あるあるやね、あれ。犬はどうなんやろか分からへんけど、猫はあるな。白い犬はね、白い犬は一応なんか戸を開けたらね、尻尾だけを振っとるわ、近くまで来て。猫よりかは後ろやけど、うん、なあ、こうやってやってても、明日は明日でね、おそらく明日も買い物に多分行かなあかんはずやね。行かなあかんはずっていうのが当たってんねんけど、うまくいったら明日一日買わせたら、けど明後日は行かなあかんな、買い物に。日替わりでやっぱり乗り物乗り換えたらね、ボムでやっぱり。フィアットってね、明らかにやっぱり、いや、ブレーキ消えへんもん。まあ、ボディ小さいせいもあるけどやで、ブレーキ消えへんな。で、やっぱりね、タイヤが小さいねんな。細いから、タイヤが。タイヤが細いからね、安定感がないね、安定感が。それと、あと、さすがね、やっぱりダブルウィッシュボーンやな。高性能なサスペンション。フィアットはね、高性能なサスペンション積んでないから、ね、走ったらわかるで。昨日やったかな、久しぶりに BMW 乗ったらね、ちょっとしたカーブ、こう曲がるだけでもね、フレームっていうのかな、サスペンションがね、やっぱしなんねんか、ちょっと、しなってくれて、乗り心地がいいねやんか、すごい。比べたらすっごいわかんで、うん、あ、さすがみたいな、
乗り心地が高級なんよな。高級やね、乗り心地が。まあ普段使いやったら、まあフィアットでもまあいいっちゃええねんけどね、見えへんからね、ほとんどね。今さけどな、軽自動車はないな。軽自動車はないで。毎日使うから言うても軽自動車はないな。
言ってたもん、なんか量販店でしょ言ってたんかな、あの15のプロ探してた時に言ってたけど、この辺の地域やったらあの頑張って iPhone でも SE ぐらいらしいねんな、 SE とかぐらいで、あのそれ以上の携帯電話ってね、あの使う人がおれへんからって言って店が置けへんらしいねんな、この辺は。寒いもんな、1週間ぐらい前から夜はこんなんなってんねやろな、雨じゃなくって雪になって、で朝になったら雪で、でちょっと暖かくなったらあの雨になんねやろな、京都縦貫道だろ。まあ今8時やな、20時17分ぐらいやねんけど、まあこの時間帯になったらもう誰も歩いてないもんな、外暗かったら。暗くなったら人なんか出歩けへんで、こんなとこ。僕もだからこれ車に積んでるあれやんか、桜大戦のプラモデルを下ろしたいから、フィアットで出かけてるけどね。サイズも違うけど。すごいよな、この前やったかな、あれや、あのプラモデル屋さんで言うとってんやんか、このチンクエチェントやな、このフィアットのチンクエチェントやったらね、あの僕の BMW1 台でこのチンクエチェントね、あの8台は買えるもんな。チンクエチェント8台買えるんやで、8台すごいよなと思ったもん、見て、それ言われてみたらそうやな、8台買えるよなみたいな。それは性能もやっぱりあるで、やっぱりみたいなところだな、日本車やったらもっとあるもん、もっと買えるもんな、うん、ホンダのフィットあたりやったら10台は買えるんじゃん。10台ぐらい以上は買えるかも。